いただきます。あなたの胃袋は静かに。どうも、あずまです。本日はチキンアクアパッツァです。魚で作る料理を鶏肉にアレンジ。簡単だけどおしゃれに映える、それがアクアパッツァ。魚を一匹丸ごと使うとこの上なく映えるのですが、今回は身近で手軽な鶏もも肉で。ナイフとフォークでイタリアンさながらの一品をご自宅で。行儀が良くないと分かっていても、家ではパンにスープをつけちゃいます。分かっちゃいるけど的な。美味しいソースやスープってそんな魅力があります。こういったほんの少しの背徳感がより一層の彩りを加える。そんなことってありますよね。